吉田はじめは、日本の政治家。元広島県竹原市長、元竹原市議会議員。広島県忠だ海町出身。1968年3月、広島県三原工業高等学校卒業。1972年3月、立正大学経済学部卒業。大学卒業後、衆議院議員、カ谷茂の秘書となる。1979年、 カスヤの公設第一秘書となる。1990年11月23日、竹原市議会議員に就任。以後、市議を、計6期務める。2002年12月に、市議会議長に就任している。2013年12月22日に行われた、竹原市長選挙に出馬。前市議の小坂とも乗り、司法書士の井上成分を破り、初当選を果たした。 2014年1月14日、市長に就任。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数23,689人。最終投票率 63.243%2017 年12月24日に行われた市長選に自由民主党の推薦を受けて出馬するも、元竹原市役所職員の今坂井俊彦に敗れた。選挙の結果は以下の通り。 当日有権者数22,808人最終、投票率59.84%、ありがとうございます。